先往前走。午饭，野外求生，求生记。あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。
まさか変身するとはな、サイヤ人の血か。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。食わってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。めいたら、この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった！ついたぞ！あれ？なんもねえ。ん？なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー！やっぱりだ！うちがある！ここに海王様がいんのか？あ、おめは、海王じゃ。え？お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に、電話。プ、最高。何？お前何しにここに来た？ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ、海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え？オラがシャレをか？トンが吹っ飛んだ。笑った。海王様が笑ったぞ。くそ。お前ただもんじゃないな。
教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ、おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べるときと寝るとき以外ずっと修行ばかりやってたら強、それに僕なんかが
お父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よし、ちょっと食べ物を探してこようかな。強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。あれ、あなたはどこかで見たような。な、何？もしかして悟空さんの息子さんかな。うん、僕孫悟飯だけど、お父さん知ってるの？そりゃもう一緒に冒険したこともありますから。へえ、僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは？全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話は聞いてるでしょ？ん？別に聞いて。当然聞いてますよね。どうしてここに？そうだった、いけない。ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。この辺りは新鮮な食材が多いので集めに来たんですよ。そんなわけで僕は食材集めに戻りますね。もう少し集めたいですし。僕もお腹空いてきてた。お母さんに何を作ってもらおうかな。やっぱり肉まんかな。やめろ。がいたなんて。またいつか出会うかもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ご飯さんって。そうなの？気づいてなかったんですか？まるで天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに？僕そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし強いし。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。だからせめて差し入れでもと思って。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだって。だから僕も頑張らなきゃって思うんです。みんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと仕込みの時間が取れなくなっちゃいます。助けてくれてありがとうございました。それではこれで。ピッコロさんは怖いけど本当に僕強くなってたもんね。もうちょっとだけ頑張ってみようかな。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなってお母さんやみんなを守るから。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。